とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、赤点取らずの、5区を、陣平一人で行きたいと思います。史上最大の脱走ですね。装備をお見せします。装備は、こういう感じですね。クラリネットを、まあ、変身のゲージために使ってます。うん。まあ、基本ずっと変身してるので、ほぼほぼ使わないと思うんですけどね。で、そして、召喚メダルは、狂乱の花子さん、レベル449です。で、防具なんかはこういう感じですね。とにかく防御力を、最高まで上げれるようにしております。うん。で、食べ物はステーキ丼ですね。高級フレンチの方がいいんですけども、まあ、今日はつけておりません。はい、攻撃力が346、防御力が385です。まあ、これぐらいあるとワンパンされることもないと思います。では、行きましょう。では、ちょっとね、いつもはこの迷路のところは、飛ばしていってるんだけども、この迷路がね、わかりにくいっていう人、多いですよね。うん、俺もね、結構分かりにくかったけども、最近はね、意外とやれるようになった、うん。で、ここね、パーティーが楽だね。ここ行くなら。ほんとパーティーが楽で、パーティーをおすすめする。あ、まあ、ただ落ちることもありますけどね。パーティーで1人が見つかってる間に、3人がもう猛ダッシュで走り抜けるっていう、その方法がね、めちゃくちゃいいですね。あっち側、いや、まあいいや、こっち側から行こう。基本的にはこれ挟まれるか、挟まれそうだな。いや、大丈夫だ。青い光を目指していってください。青い光と、あとはとにかく上にね、上に向かっていくっていうのが重要です。じゃあ、あ、これやばい、危ねえ、セーフー。こういうところはね、向いてくるんで注意ですね。いや、ちげえ。よし、ここの上あたりが、あっやられた。ちょっとちょい見してくる時があるんでね、そこ注意です。あ、こっち側からでいいか。あ、さっきはあれだったね。なんとか抜けれた感じか。しゃあ。あまりこう、怖がらずにどんどん先に進んでいくといい感じだと思うよ。こっちで合ってるかな。セキュリティの赤線が、あ、ないね。早く向こう行って。よし。で、この途中の雑魚戦ね。この雑魚戦。これ注意なんですけど、生ハゲがめちゃくちゃ強い。生ハゲの攻撃力が半端じゃないんで。で、これおすすめしないんですけど、とにかく一番最後まで行く。一番奥まで。行って、で、戻ってきて、で、全員が群がってくるから。それを一気にブルーストリームでやるっていうのが俺は好きなんですけども、結構ね、ダメージ食らうんで、そこは注意です。しゃあ、うん、下手すると本当に死ぬんで、気をつけてくださいね。このやり方は。うん、このラインが3つあるんで、3つのラインをちょいちょいやっていくのがやっぱ無難だけども、俺は一気に行くのが好きです。はい。あのね、なんだろう、柔軟体にこう囲まれる感じっていうのがね、好きだな。よっしゃ。では2回目も奥まで行きましょうか。ほんとやるときはこれほんと注意ですよ。ほんと死にますからね。よっしゃー。あっ、やばい。よっしゃー、あぶねえ。よし、でもこのスリルがたまらない。
よし、あとゲスボートだけか。あれまだいた、まだいた。よし、倒したでしょう。いったね。うん、ちょっと HP ガッと減ったけども、いきました。これはどう。では次ボスですね。サクッと倒しちゃいましょう。まあ注意するところは、まあ1体ずつだね。うん、とりあえず1体ずつ。あ、まあまあブルームーンは結構まとめていけるんでそれでいいんですけども、そうでもない人はあれだね、1体ずつ HP をしっかりと減らしていくっていうのが重要です。あとは特に気にすることもなくいけるかな。うん、まあちょっと本気モードになった時が結構ダメージを多くもらうので、そこだけは危ねえ、注意して立ち回ればいいと思います。はい、おしまい。あ、まだあと一発だった。はい、うん、ボス戦はやっぱりあれだね、ちょっとブルームーンはちょっと、うん、隙が若干あるので、アースウォーカーの方が向いてるのかな。まあまあいっぺんに倒せるっていうのでいいんですけどね。ではクリア報酬、ガシャコインが美味しい。はい、ということで今日はですね、赤点取らずの極をソロでやってみました。まあ特に問題なくいけると思いますけども、まあ途中のね、敵を集めるところ、あれ全部集めてやってみてください。面白いですよ。ではまた出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。